猛暑で大丈夫でしたか皆さん。今日は暑い中ありがとうございます。はい、暑いので今日はビール祭り、暑さを吹っ飛ばそうという題名でライブをさせていただきたいと思います。で、皆さんビール飲んでないですねはい、いつもありがとうございます。今年も大変猛暑になりそうですが、暑さを吹っ飛ばして皆さんお仕事頑張ってください。そして朝岡優子も一生懸命ちょっと待ってよ頑張って歌ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではそれでは乾杯。ありがとうございます。Yes.
年の離れた妹と作る笑顔で応える私、優しい人だと限るわけじゃあるまいし、例えば隣の町ならば隣なり、優しい男はいくらでもいるもんさ。明日も今日も留守なんて見えすくて打ち伝われるほど嫌い、私の恋心、あの人あの人お前に似合わない、昨日の夢を追いかけて昔の自分が懐かしくなり、酒を煽る騒いで飲んでいるうちに、琥珀のグラスに浮かんで消える虹色の夢、赤い花、思いを込めて捧げた恋、あなたに染みついた、誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか、眠られて隠れにやっとつづらおり常連の滝、I'm not afraid.
ながらになっております。はい、これからも元気に。おいくつになられましたか？そこそこです。そこそこ、はい、これからも健康に気をつけてお仕事頑張ってください。おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー新谷久郎社長、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ありがとうございます。勝ちます。はい、おめでとうございます。誕生日があってよかったです。